でいいやろ。下が発電所。昔は細い道やったもん、これ。大きくなったね、公園。全体的に公園になったもんね。こういう道やったもん。6月はもう一度通りなら、ポタルがすごい綺麗、有名なとこあるよ。
ピント合わない。そう、合わないよね。なんだこれは。この辺ぶちゃかなったり。川だったみたいな。でもなんか地下水みたいなのがあるんだろうね、きっと。まあ、でもなんかこうやってなんか長くやったみたいな色違いとか、すごいわこれ。これもそうかな。この人もそうだ、うんうんうん、これ下川が流れてる、まあ、そう。すげえ、これはすごい。これは見事やね。iPod 欲しい。2万円、2万円、うん、頑張って。はい、ふんよりましでしょ。あれ、大丈夫か、でした。今、どう仕事してるんですね。何しろ、これ。いいでしかね、通っても。あの光景は初めて見たな。車運転してる時って見てないんだね。うん、これでしたら砕いたの。すごい。ずっとだね。この後終わりがどうなってるのかすごく気になる。最終的にどうなってるのか。ダメだよ。ああ、車来たし、前止まれし。うん。石が跳ねてる。
ここに水ある、ここはもうこういう風になってんだ。ああ、やっぱ下に水がいるんだよね。そういうことだ。おー、これすごい、あ、すごい、さすが誰も来ないね、こいちゃん。一年中なのかな。ネットで今度見てみようかな。大鶴湖って調べたらねえかな。天気になってきたんだ。古い道だ。うん、通ってんだけど、結構道が綺麗になってるの前、砂道やったと思う、ジャッキ道やったな。神社があるのかな。ちゃんと砂場過ぎるんちゃう。すごいね。